です、はいはい、これでチャンピオンが決まります、しかしあのこの4人がですね、この間ダブル AR 軍を迎え撃った時には4人が一枚岩となりましたけども、2つ真っ二つですからね、ルーキーさんもですね、この4人が残ってくれることはある意味予感してこのように組んだのかもしれませんしね、今の力がして、まあ順当にいくならば、まあ、順当といや順当でしょうねということになりますよね、おそらく冬木さんはここまで読んでいたと思われます。で、あれですよ、この試合の、ね、特別レフリーをやるという話があったんですよ、はい、冬木さんの。おうおうおう。だけど、ね、この4人が上がってきた時に、ね、もうめんどくさいからやめましたからねなるほどね、そこまであるいは計算していたかもしれませんが、さあ試合が始まりました。黒田雁之助組対金村マンモス組の一戦であります。まあ、元々あれですよね、分隊でこのマンモスとガンちゃんが、はい、DNA とルーサーを出してね、タイトルを取ったわけなんですけど、はいはい、そんなガードじゃ納得いかんということで返上をしたことから、このね決定トーナメントが決まったという形になってますね、はい、勝ったチームが第15代の王者ということになりますね、はい、どちらが新王者となるんでしょうか。揃っております。早くも上位運と、はい、どうですかね、現時点、まあ、ではやっぱり金村マンモスの方がダメージを負ってると思うんですよね、あ、今までの流れを見て、そうでしょうか。結構黒田雁之助も、もらったし、金村佐々木組もダメージあるんじゃないでしょうかね。これはいろいろな見方ができると思いますが、そうですね、でもまあピーダーさんはそうじゃないかと、いう気がするんです、ね、そうですか。ただこの時点でさっき、ね、準決勝を見ていただいたんですけど、はいはい、あんまり入ってなかったんですけど、ガンちゃんがですね、足を集中攻撃されて、はい、ちょっと引きずる場面があったんですよね。なるほどね、それもちょっと気になるポイントではあるんですよね。雁之助選手はね、腰から下にかけてね、ちょっと攻められるとドキッとする時ありますからね。そうですね、まあ今このようにすごい動きをするまでになってるんですけれども、腰を以前ね悪くした時ありましたからね、ちょっと心配されます、はい、あっとこの辺の動き、あ、全然心配ないようですね。おお、回復力がリキラリアではありませんから、リキラリアット、そしてスコーピオンとかサソリか、サソリか、これをですね、あの天竜選手に仕掛けましたからね。やりましたね、世紀の名場面という感じでありましたが、まさかね、うちのマットで再現するとは思わなかったですね、さあステップオーバーしました。また再現と言っていいのかどうかっていう問題はちょっとありますけど ね、 でもなんかよくあの時はですね、あの選手が雁之助選手に乗り移ったような、そんな感じさえ ね、 あったじゃないですか、はいはいはい、お客さんもコールをね、もう目いっぱい浴びていましたけどね、さあ黒田が出てまいりました。最高黒田も前回の WAR この後楽園で迎え打った時はね、もう本当に頑張っておりました、はいはい、そしておーマンモスを捕まえまして階段席の方に行きます。ここ抜けていくんですか。ああ得意の上がってまいりました。ここをあの中段のね使うんですか。あーとここはね黒田の得意の場所ですよね。さあこれだけの距離を稼げます。お客さんももう承知しています。これはもうお客さんにとっては大ラッキーですよね。あー乗りがいいな。いいですね。さあ突っ込んでいきます。おーアクト最高と言われていますね。最高その通りでございます、この黒田がまあエースと自覚してここまで、頑張ってきています、はいはいはい、まあ、その他の選手もですね、それに、従うようにして、いや、俺がエースなんだという気持ちを持って4人が行ったのは、ね、一緒になったんですけどもね、冬木選手の策略で今現在このように敵味方で戦っている状況になっています、ね、
まあだからね、これ戦う状況にされてしまったわけですけど、はいはい、気持ちの持ちようですよね。あ、そうですね、まあ、これは試合は試合なんだと、はい、気持ちは一つということは考えられるわけですからね。そうですね、やっぱりね、この4人の中にはやっぱりハヤブサっていう、存在があるはずですね。そうですよ、共通の存在、ハヤブサが帰ってくるまでという ね気持ちも一緒にあります、それまでは俺たちが FMW を守るという、はい、この間確認し合ったわけですからね、実際ね、あの心が一つになりまして、レップ、巨大な WAR 軍団を退けたという、そうですね、巨大な黒船だったですからね。いやー、すごかったですね、あの幕末を彷彿とさせるようなそんな感じだったんではないでしょうか。見事ね、この4人の獅子が守り切ったわけですから、大したもんです。そうですね、お、流血してますか。ハンちゃんがすごいですね、流血してますね。すごいですね。ははこれは誰、場外で金ちゃんとやってる、やってたんですね。そうですね、ノードは場外へ。これはすごい落下であります。そして金村金太郎がやってまいりました。金村も流血していますが、この2人がかなりここでやり合っていたようです。考えてみればね、嫌な年末の過ごし方ですよね、これね。4人にしてみれば、1日3試合もやって、はいはい、まあでもこれで、これが年内最後のそうです、ね、ゲームのね、興行になります。ですから各選手もその辺思いっきり、次の試合のこと考えなくて、とりあえずはいいと、まあそうですね、いうことがあります。皆さんどうやってお正月をね過ごすんでしょうか。いい気持ちで過ごしたいでしょうから、まあ、それはあるでしょうね。やっぱり勝ちを狙っていきますでしょう、当然ながら、やっぱり無冠でね、年越しよりは、はいはい、そうですよね。うわ、しかし、まともにいきました。出血の仕方がですね、ただごとではないですね。かなり深くね、刺さってやってますね、これね。やられてる可能性ありますね、これ。丹之助、流血、顔面は真っ赤であります。血が出たらやっぱり、ね、スタミナとかにもね、消耗するらしいですからね。特にこれだけ出てますから。あと見えないんですかね。あ、はいはい。目に入って。動きがね。そうですね。目こすってもあの、血のりですから、あの油膜みたいに、目に、ね、くっついちゃって、なかなか落ちないらしいですよ。洗わないとダメだということなんですが、ちょっと雁之助がだいぶ大きなダメージを引きずるようになってきてしまいました。まあ、この前までの試合のダメージもあるわけですから、はいはい、実際のところね。まあそのインターバルでいくらかは回復していますでしょうけども、と言ってもね、かなりきついものがあります。でしょう、ね、でまた椅子が、あ、セットされましたね。対角線の机もちょっと微妙なんですが、ここに思い切り打ち付けておきます。ウッドペッカーじゃないんですからね。ラリアットカウント入れます。どうでしょうか。うわ、よく返しました、よく返しました。まあ金村金太郎もこの辺りで決まるとは思っていないようですね、腹からね、とりあえず流れとしてここで一回押さえておこうかという、あっと激突を思いっきりです。この日だけで机と椅子何個壊れたんですか ね大変です。新井社長がいつもね、あの袖で見てらっしゃいますけども、そわ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 とされてるんではないでしょうか、黒いカバンを持ちまして大変です。あ、社長に戻ったと言っていいんですよね。戻ったんですよ ね前回ね、あの専務社長がですね、もうやってらんないということ で、ね、簡単に明け渡してしまいましたから。そうですね、よかったですよ、あの専務社長はでもアルバイトしてるんでしょ、いろいろと、ね、金策に走っているという話も聞きますし、ね、社長やってる場合じゃないという、まあ、僕なんかも良かったですよ、アルバイト時代に、こき使ったりしないでこれ立場変わったってこき使ってたらえらいことになってますよね。新井社長をね、カムバックしてますからね。そうですよね。金村、うん、あ、お、金村が容赦ない。いや、しかし、よっしゃ、あんまり舐めるなよということでラリアット一発、相手の攻撃を断ち切っています。そして最高黒田、うん、おっと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 、これでね、また分断されちゃうんですね。すいません、おっと、この2人、両チームはですね、コンビネーション的にはどちらがスムースなんですか。どうですかね、黒田雁之助は、今年の5月まで、はい、チーム組んでますからね、はいはい、ガングロコンビ、そうすると、そのガングロコンビのが、ただ、上行きますか、金村マンモスは、共通の趣味で使ってますからね。何でしたっけ、おもちゃ集め。ああ、そうだそうだ、
マンモスはいろんなフィギュアとか持ってるんですよね。これ意外とそういうのはねポイントかもしれないですよ。そうですか、そしてパワーというポイントもありますが、おお立ち上がった、はいはいはい、黒田首が本当にしっかりしてます。いやいやいや、振り回しながらのジャーマンは投げ捨て、もう一回来ました。これは簡単にかわされています。なるほどね、共通の守備、これはね結構ね、はいはい、人間ねつながるもんですよ。エルボー、そしてラリアットです。そのまま沈み込んでいきました。カウント入れます。あ、金村金太郎もですね、そんなものを集めてるんですか。そうなんだね。おお、ああそうですか、見たことあります。あります、ね、スターウォーズとかね。あ、そういう系ね。そういうスターウォーズは人気者ですから、あのかなり持ってらっしゃる方がね、いますよね。あの飲み物についてたりとかね、はいはい、最近ではね、あれ全部集めなきゃ気が済まないという方いらっしゃいますね。いらっしゃいますから、ただやっぱりこう見るとチャンプッターか、そうはいかないと。ダメでした。見ると何ですか。やっぱりでもこの巨漢2人じゃないですか、はい、穴がないですよね。あ、なるほどね、パワーというのはやっぱり恐るべしですね、プロレスにおいてね。一番欲しい、おお、一番欲しいものではないでしょうか、パワー、ね。まあ、上背という人もいるかもしれませんが、上背があること自体パワーがあるということにつながりますからね。確かにいいマンモスしっかりであります。体格ばっかりは努力とかそういうのどうにもなんないですからね、はいはい、おお重たい。これはミサイル、いわゆるメガトンミサイルという攻撃を見せました。さあそういうこともしますから ね、 ね、南之助は。南之助はしかし今もうこれがアシュラの形相というんでしょうね、はい、怖いですよ。夜会いたくないですね、こういう顔 ね、 うね。ああ鮮やかなノーザンライト、これでもこの顔で夜歩いてたら完全に捕まりますね。捕まりますねただ昼でも捕まります、これは昼でもね、はい、大騒動になりますよ ね、 そうですよね、社会面一面でなんか出ますよきっと。ワイドショーもこれトップですよね、はい、最近は覗きでトップになっている方もいらっしゃいますが、なるほど、それよりはちょっとマシかなという気がします。さあ近いもあるかもしれないですよ。でも近くないでしょう、これだって仕事で流血してるんですから、違うで流血したらこれはまずいですよ、とってもまずいです。仕事でこう、しかしそういう冗談を言ってる場合ではなくなってまいりました。いいコンビネーションじゃないですか、です ね、 ね、これはやっぱりホビーが一緒ということもありましょう。で見てると金村がマンモスをあれですね、うまく使ってるっていう部分もありますね。リードしてるんですね、ああなるほどなるほど、そうですね、今もそうですね、何か指示出してましたね。何気にね、金ちゃんタクワチうまいですよ。伊達にキャリア積み重ねてませんね、はい、お、ああ今飛んでヒール、サンダーファイヤー仕掛けようとしたんですが相手も読み切っています。そしてこれは爆山ですか、決めに行きますか、はい、ついに爆山スペシャル、強烈に今回も入りました。あのバウンドの仕方が重たそうですもんね。そうですね、でもこの、ね、金村岩之助っていう体にもね、久しくなかったですよね。あ、そういえばそうですね、2人も名コンビですからね、さあ、岩之助にスタンドアップを要求しています。おっと、職人芸、出た出た、岩之助クラッチ、入りません入りません。ちょっとタイミングがね遅かったかな。あの間というのは岩之助は引き込む間だったんですね。そうですね、で打ってくるところに見事岩之助クラッチをはめたんですが、どっかちょっと、そうですね、その間がちょっと計算狂ったのかもしれないですね。読んだつもりがちょっと自分の間を狂わせてしまったのかもしれません。まあしかし職人技ですね、あれはね、切れ味がありました。またちょっとダメージがなかったらもうちょっとうまくいったのかもしれませんけども、抑えがもうちょっときちっといったのかもしれませんが、それはもう勝負のあやです、しょうがありません。おおお、振り上げた、そのまま落としていく、さあどうだ、あと返しました、返しました。ちょっとガンちゃん捕まってるの長いですね、長いですね、長いですね、ダメージ引きずってます、かなり引きずってます。早くタッチしておかないと。黒田もですね、でもカットされてるんですね、うまくいきません、急所攻撃がうまくいかなかったのか。いや、ただそれで、はい、同種中になったのか。そうですね、あーなるほど、ちょっと横にかしいたところにマンモスが突っ込んできたんですね。だから逆にうまくいったっていう、ね、なるほどなるほど、さあここで久保田はおおお、さあ再開されてますか、ね、あカッターできますね、これね、入りましたでしょう、スパンと見事に入って決まっています。おおっと、
これはどうですか。権利はマンモスにあったんですね、これ。あ、なるほど、そういうことですか。カウントは2止まり、あそこまでネックハンニングされて、そして落とされていきました。このパワーは凄まじいものがあります。そしてこれは喉は狙ってますね。この恐ろしいほど広いスタンス、入りました。そして喉は落とし、チョークスラム。あ、カウントは2、カウント2、ね、人形、人形とかね、ね、ね、よく、交通事故のですね、テストする衝撃度のテストで中に座ってるかわいそうなお人形ありますけども、ね、あんな感じでしたね。首がガクンガクン折れちゃうという、ね、あ、カウント入れます、カウント入れます。これは4人が4人、すごいダメージを今負ってるようになります。ヘロヘロですね、まさにこれ、フリーキコミッショナーが言う潰し合い、そんな感じになってきています。でもこれは本当にでも純粋に戦ってますからね、まあ、場外はあったものの、はいはい、流血もあるのが非常にクリーンなファイトに近いんではないでしょうか ね、 うね、まあ、これは本当に4人がね、意地を見せているという、あの遺恨というのがこの中に存在しないぐらいよく見えるんでしょう ね、 そうですね、流血しても、まあ、場外乱闘があっても、そうですね、非常にピュアな、そういった意味では試合内容が披露されているわけです。まあ、スタイルですね、場外そうそう、これもね、セットもある意味ハードコア系というところに収まる、スタイルですから、これ何するんですか。空中ステージが出来上がりました。パワーボム、喉は、これはやめましょう、やめましょう、ランボス、うわーと切り返す、切り返す、ホイップ、さすがにちょっと隙があったのかもしれません。スライディングキック、ね、さあ、てっちゃんが気合を入れています。てっちゃんの左がよく首をカットするような打ち方をしました。カウント2、カウント2、まだマンモスでね、この程度じゃパワーはまだ人の2倍、3倍ありますから、このマンモス、ダメージは確かに受けています。あ、フックする、両手を抱え込みました。あ、ちょっとまずい状況です。2対1です ね、 ですね、マンモス早押し。さあ、これでこれはガンノスケ合体、合体のてっちゃんバスター、おーおー、よく動かしました、よく返しましたね。ちょっと頭を打ったのか、ちょっとフラグついてますね。試合のどこかで頭を打ってるのかもしれません、うん、もう1回、もう1回、ちょっと、おー、追い打ち、もう一回スタートを切る、もう一回アウチ、マンモスと黒田の激しい争いが展開されています。あーっと、いいカウンターのラリアットになった、3つ入りました、優勝です。最後決めたのは黒田哲弘、黒田、そしてガンノスケ組が勝利しています。大チャンピオンですか、15代のタッグチャンピオン、いいチャンピオンですよ。でもそうですね、見事に決めています。いい試合でした、まあ、どっちが勝ってもおかしくないというね。そうですね、それは言えます、感じでしたよね。最後の試合で金村が入り込んでまいりました。ガンノスケにちょっと気を入れています。大丈夫という感じです、まあ、あれでしょうね。ただ一つだけコミッショナーの目論見が外れたとしたら、はいはい、これでこう結束が緩いだとかそういうことはなさそうですね、うん、そうですね、逆に言えるのはかえって強まったかもしれない、この戦いを通して。なるほど ね、 ね、あ、コミッショナー、おい、お前らどっちが勝ったんだ、え、つまらねえ時間しやがって、ね、眠くてしょうがねえや、寝てたそういえば目膨らんでますね、腫れてますねどっち勝ったんだよ、おら、そうか、お前らが勝ったのか、お前らが第15代 WEW タッグチャンピオンか。このベルト欲しかったらくれてやる、ほら持っていけ、ほら、そういう渡し方もね、まあ、逆に渡すだけで一発使うしもありますけど、頑張ってねえ、お前さんとやり合ってね、どうすんですか。いいか、お前、そのベルトな、俺が取り戻すまでな、しっかり磨いてくんだぞ。だがな、その前にな、誰がこれからの FW のトップか、
来年の頭までには決めようじゃねえか。来年の頭なあ金村。おボス、いやもうボス呼ばないでもいいね。おブーデひっくり返してください。ブーデブーデ週刊プロレスのインタビュー見たらこの金の字に挑戦したいらしいね。おお挑戦するな、ふざけんなバカ野郎。ベルトはな持ってる人のところに帰ってくるもんなんだこの野郎。俺がふさわしい人間なんだこの野郎。1月の最初の後楽園でタイトルマッチをやりましょう。ほうほう、それでどっちにベルトがどっちにふさわしいかその時分かるでしょう、うん、ちなみに僕今の金の字は体重では負けないわよ。体重では言われるまでもね、そうつもりだこの野郎。いいか、俺がな、FMW の終身コミッショナーとして戻したからにはこの場所を俺の最も居心地のいい場所に変えるんだ。そのためにな、俺に逆らうやつはなこれから何人でも呼んできてな全員徹底的に叩き潰してやる。いらねえやつはもちろんクビだ。メンバー全員そう取り替えたら俺は構わねえぞ。えらいこと言ってますよ。ほら、ブーデお前のな一番居心地のいい場所はな俺たちはな、ハヤブサにとったらな一番居心地の悪い場所なんだよ、こら。お前のな思い通り絶対させねえからな。あ神之助お前らな俺を連れてくるな凶暴外人のみんな餌食になるんだよこの野郎。今日なんとなほんのことしてみな、来年からもっとすげえ外人がなたくさん来るぞこの野郎だめ。てめえらな人生最後の正月なせいぜい楽しみだこの野郎。外国人が来る、新しい、うん、なんか情報によると、1月シリーズはサンドマンと来るらしいです。はあ、あのサンドマン、おい待て、ブーデーブーデー来年もな、俺たちが絶対絶対 FMW 守ってるからな。どうですか、お客さん。その通りでございますね。来年の頭一発目というのは何日になるんですか。1月6日の後楽園ですかね。はいはい、これはあれですね、おなじみのペーパービュー、はい、ザッツエンタメレスリングショーパート2で、はい、パート2でご覧いただけると、はいはい、ライブなわけですね。そうですね。いやこれは楽しみですね。どんな感じになるんでしょうかね。いきなりタイトルマッチですよこれ、はい、番組も装いも新たにお送りするということになりますが、皆さんぜひご覧いただきたいと思いますね、はいはい。まあ、新春から、まあ、大騒ぎになりそうですね。そうですね。そしてこの FMW ね、来年もぜひよろしくお願い申し上げたいところです、はいはい。それでは実況のはこの辺で、終了いたしましょう。ピーターさんどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。